皆様どうもこんばんは。ウエストコーストサウンドって何もう、今からね50年ほど前のお話なんですがね、なんとなくウエストコーストって聞き覚えはあるんやけど、説明せって言われたらできないでしょ。その疑問お答えできませんそうなんですよ。あのね、ウエストコーストサウンドについて、動画をまとめようと思ったんですけどね、ウィキペディア見たんですけど、これ何のことっていう内容なんですよ。要約すると、始まりは1960年代後半で、ジェファーソンエアプレインとグレートフルデッド、70年代以降に全盛期を迎えるんですが、その時にイーグルス、リンダ・ロンシュタット、ドゥービー・ブラザーズの理解でええんかなと思うんですよ。概略はねこんな感じなんですけど、詳細がひどいんですよこれ。60年代後半と末期っていうことでね、2つの時期に分けて書いてあるんですけど、60年代後半にジェファーソン・エアプレインとグレートフル・デッドで、パパス&ママス、ママス&パパスかとか、ドアーズ、あと後にね CSNY になるような人たちも能力発揮してたよっていうことで、1967年にモントレーのポップフェスティバルっていうのが行われるんですがっていうくだりが後半の説明なんですよ。それで末期のね文書に登場するのがポコとか、CCR でサンタナなんかも入ってるんですよね。でこの辺ちょっとどうなん、ウエストコーストなんていうメンバーが入ってるんですが、実はこれモントレーの音楽フェスティバルに参加してるメンバーですよっていう一文なんですよ。ということで概略のところで説明させてもらった通りでいいんじゃないかなと思うんですよね。で私創世記はよく分かってないんでね、70年以降イーグルス、リンダ・ロンシュタット、ドゥービー・ブラザーズ以下、80年ギリギリぐらいまでね、これがウエストコーストやったなっていう自分の印象をねお話できたらなと思ってるんですよ。その上でね、残念なお話がありまして、イーグルスの楽曲につきましてレコード音源使えないんですよ。1曲でも入ってるとね、この動画そのもの全部が日本で見れないよっていう格好になっちゃう、世界中で見れないよかなになっちゃうんで、1曲たりとも載せれないんですよ。ただライブ映像なんかは OK みたいなんでね、手に入ればそれなりの作りにしたいかなと思うんですが、イーグルスないやんけってそうなんですよ、ということでご了承願えればと思います。お聴きいただいた曲はリンダさんの、1970年、グラミー賞に初めてノミネートされた曲なんですが、デビュー早かったんですがね、なかなかヒット曲に恵まれなかったんですよね。それで彼女がね、1973年にアサイラムっていうレーベルに移籍するんですけど、そこにジャクソン・ブラウンとかイーグルスのメンバーがいたんですよね。でそこで交流が始まって、曲に恵まれるっていうことになるんですけど、74年に悪いあなた、77年78年とね大ヒットが出るんですよ。で、ちょうど大学生の頃やったかな、自分がね割とね聞きましたね。その頃4曲ばかり聞いていただこうと思います。
絶対無理です。一本には収まりませんということで、今回のこの一本目の動画ね、リンダ・ロンシュタットとジャクソン・ブラウン、それからウエストコーストを彩ったその他のメンバーの曲をずらっとかけて20分25分30分ぐらいで、収めれればと思います。お気に入りのね曲並んじゃうとね、もう楽しくて仕方ないんですよやっててね。でこの後、ジャクソン・ブラウンやるんですけど、アサイラムっていうレーベルでね、イーグルスとかジャクソン・ブラウンとかリンダ・ロンシュタットも、もちろん一緒に、集まるんですけど、ジャクソン・ブラウンっていう人はね、もう一人のイーグルスっていうような言われ方をしてて、で最初のヒット曲の Take It Easy を提供してるんですよ、曲を。で、共作っていうことになってるんですけど、作ったのはジャクソン・ブラウンみたいなんですよね。Could play that song that the Eagles turned you down.About. Hello.ジャクソン・ブラウンの Take It Easy なんですが、なんか言ってましたね、イーグルスと違うけどみたいな、なんかちょっと違う表現でしたけど、僕好きなんですよ、ジャクソン・ブラウンが。それだけにね、聴きたい曲っていうのと聴いてほしい曲っていうのがね、ちょっと違うんですよ。でめっちゃ迷うんですよね、これ自分のために作ってる動画なんですけど、サイトでね、割と結構聴いていただいてる方増えちゃったんでね、ちょっと心動いてるんですよ。それとあと動画の長さがね、あんまりにも長くなるのかなんて思いながら、4曲か5曲、選択しようかなっていうところに行くんですけど、結局ね、無難なところっていうところで落ち着くみたいなんですよ。でジャクソン・ブラウンさん、吟遊詩人とか言われててね、カイバンドさん、日本におけるね吟遊詩人みたいな、ちゃいますよねアメリカの海バンドって言ったらダメですよね、それはね。そんな感じで、何かけるかっていうのね、ちょっとリストに上げたいと思います。It is a dance
silence, her beloved morning sun. You and your life, me and mine, we have begun. Here we stand and without speaking, draw the water from the well and stare beyond the plains to where the mountains lie so still. There's a long way that I have come, across the sand to find you here, among these people in the sun, where the families work the land as they have always done. Oh, it's so far the other way, my country's gone. Across my home has grown the shadow of a cruel and senseless hand. Though in some strong hearts the love and truth remain, and it has taken me this distance and the woman's smile to learn that my heart remains among them, and to them I must return. There's a long way that I have come, across the sand to find you here, among your people in the sun, where your children will be born. You'll watch them as they run. Oh, so far the other way, my life is gone. Tear it down. They're the first to come and the last to leave. Work out for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited there in line. When they got up, they made the show, and that was sweet. But I can hear the sound of slamming doors and folding chairs, and that's a sound they'll never know. Now roll them cases out and lift them amps, haul them trusses down and get them up them ramps. When it comes to moving me, you know you guys are the champs. When that last guitar's been packed away, you know I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come for this piano. Oh, Detroit, I don't know, we do so many shows in a row, and these towns all look the same. We just pass the time in our hotel rooms and wander around backstage till those lights come up and we hear that crowd and we remember why. Thank you.
question on the box. R&B, we got disco in 8-tracks and cassettes and stereo. And we got murmur scenes and magazines. And we got truckers on CB. We got Richard Pryor on the video. And we got time to think of the ones we love while the miles roll away. But the only time that seems to show is the time that we get to play. People, you've got the power. Gonna wake up in your town, but we'll be scheduled to appear 1,000 miles away from here. So people stay just a little bit longer. We wanna play, yeah, just.
shade of the freeway. When I pack my lunch in the morning and go to work each day. When the evening rolls around, I'm going home and lay my body down. When the morning light comes streaming in, I get up and曲聴いていただきました。本当にね、もう構成をミスったというか、まあ構成してないんですけどね、編集しながらね聴き入っちゃってるんですよ。だからもう切れなくて、1個ずつが長くって、で6曲でしょ、もう25分か。このあとね、ウエストコーストを彩ったバンドっていうことで、まあいくつか聴いていただこうとは思ってるんですけど、これウエストコーストなんかっていう曲も入れてるんですよ。っていうのが、その縛りでやっちゃうとね入らないんですけど、この種類っていうかこんな感じの曲っていうとね絶対入るやんっていう曲が一個はね、ザ・バンドのウェイトっていう曲なんですよ。まあこれどこひっくり返してもね、ウエストコーストの範疇に入れてるような文献ってないと思うんですけど、僕の中では一緒なんですよ。いいんかなっていうことで、あと、まあ、DJ サウザーさんと、でからアメリカの金髪の髪の少女と、それからカーラ・ボノフさんのなんとかの夜それね4曲聴いていただこうかなと思います。
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. Now I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a good friend of mine. Well, I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? Now I've been one poor correspondent, but I've been too hard to find. But it doesn't mean, girl, you ain't been on my mind. When the world is ready to fall on your little shoulders, and when you're feeling lonely and small, you need somebody there to hold you. You can call out my name when you're only lonely. Ooh, why don't you ever be駆け足やったんですけどね。4曲聴いていただきました。
カーラ・ボノフさんはささやく夜、トラブルアゲインやったかな。で、もしかしたらね、J.D. サウザーさんのことね、D.J. サウザーさんって言ってませんでした。なんかね、もう嫌とか思って、10人に3人ぐらいは多分そう言ってるやろと思ってね。ということで、前半終わりました。で、まあ、後半ね、イーグルスとドゥービーブラザーズだけに絞って作りたいなと思ってるんですけど、これ忘れてたみたいなのがね、あったらね、また伸びるやんみたいな感じで、35分ぐらい経っちゃったんですけども、最後まで聞いていただいた方、どうもありがとうございました。ではでは。